平野紫仕様、ファンとのコネクションを強化。二度目のインスタライブが今夜配信。皆さん、こんにちは。平野紫仕様のファンの皆さん、お待たせしました。平野紫仕様が再びインスタライブの舞台に立つことが決まりました。 彼の初のライブ配信が大成功となり、その熱狂的なファンたちはもう一度彼の魅力を堪能できることを待ち望んでいましたが、ついにその日がやってきました。平野仕様のインスタグラムライブ。平野仕様は本日8月30日の20時30分頃、インスタグラムリブ以下インスタライブを配信予定です。 その予告は、彼のインスタグラムストーリーズで行われ、カフェで飲み物を楽しんでいる彼の姿が写された写真とともに、20時半くらいからインスタライブするよん、というコメントが添えられました。初めてのインスタライブが大きな話題となり、その視聴者数はわずか5分で36万人を突破。さらには、旧ツイッターでトレンド入りを果たしました。 この配信では、平野耀がプライベートで初めて陶芸に挑戦したエピソードなど、彼の知られざる一面が明かされました。この配信はアーカイブ保存され、現在8月30日時点で900万回以上再生されています。新たなファンサービス。しかし、平野耀はファンへのサービスを止めることはありません。 8月27日、彼はインスタグラムに新たな投稿を行いました。他の力というコメントとともに、スタジオのような場所で一人で踊っている40秒のダンス動画がアップされました。この動画では、ドン。トリーへの、ゴーダウン、フィート。キサコリーアンに合わせて、彼自身がダンスを披露しています。さらに、キング。 リンチェの振り付けを手掛けたダンサーコレオグラファーのイエーアッターリーハタコのダンス動画を引用し、ーガリエハタチャップキャップコームを集ってるってから、と、インスタグラムインスタグラムストーリーズ紹介初回。平野紫仕様も喜びの意を込めて、ピースサインへの絵文字を添えて自身のインスタグラムストーリーズで返答しています。まとめ。平野紫仕様のファンにとって、 彼の SNS アクティビティは常に楽しみであり、インスタライブの配信が今夜行われることは、ファンにとって待ちに待った瞬間となるでしょう。また、彼のダンス動画もファンに新たなエンターテインメントを提供し、ファンとのコネクションを強化する一助となっています。今夜のインスタライブでは、どんなトピックが取り上げられ、どんな驚きが待っているのか、ファンたちはワクワクしながら待っています。 平野の仕様の魅力に触れる絶好の機会をお見逃しなく20時30分をお楽しみに。読者への挨拶。平野の仕様のファンの皆さん、今夜のインスタライブを楽しみにしていますか私たちも同じくらいワクワクしています。彼の魅力的な瞬間を共有し、楽しい夜にしましょう。今夜は平野の仕様のファンとして一緒に盛り上がりましょう。